レザーフェイスは映画悪魔の生贄に登場する架空の殺人鬼。本名ババソーヤー。リメイク版のテキサスチェーンソーではトーマス・ブラウン・ヒューイット。本シリーズのレザーフェイス役者たちチェーンソーを片手に近辺を訪れる者を襲って切り殺し、解剖して家具にしたり売りさばいたりする。先天性の皮膚病と梅毒を患っているため、人の顔をいで作った仮面を常に被り、 素顔を隠している。身長193センチメートルの巨漢であるが、外見に反してその足は驚くほど速い。凶暴そのものであるが、家族に対しては至って従順。趣味は、動物の骨をコレクションして、自分の部屋や台所に飾ること。また、女装趣味もあるようで、仮面に化粧をしたりドレスで着飾ったりする。テキサス州にある荒野の一軒家宮に、家族ぐるみで住んでいる。 人肉を売り裁く肉屋に生まれた4人兄弟の4、男。家族構成は、土殺の名人である137歳の祖父、ミイラと化した祖母、バーナ、金の亡者となって、人肉を売り裁く長男ドレートン、ヒッチハイカーで自称癖の二位、ナビンズがいる。2作目で同じく、ヒッチハイカーの双子の兄、チョップトップがいることが判明した。テキサス州の片田舎にひっそりと暮らし、 墓場から死体を盗んではたまに来る旅行者を襲って暮らしていた。ある日、被害者の一人に逃げられた上、兄が死んだため姿を消す。事件は事実上なかったことにされたが、それから13年後、テキサス州ダラスにアミューズメントパークのバトルランドを拠点としていることが判明した。後に、被害者のおじであるレフティに襲撃を受けて重傷を負い、 バトルランドもと爆破されることになる。その後は、消息不明。2007年の再 DVD 化の際に、実際には、祖父が父親でドレートンは兄であると紹介されている。また3.4作目をオリジナルと、兄二人、幼い妹、足と生体に障害を持つ母親、既婚者の兄二人。 ビルマの妻だあらとするならば正式な家族構成は父親と母親と三人の兄ということになる。シリーズ中盤から怪物化した13日の金曜日のジェイソン・ボーヒーズや悪夢の中の存在であるエルム街の悪夢のフレディ・クルーガーなどはと異なり、あくまで人間として描かれており、大柄で屈強な肉体を持ち合わせているものの知的障害があり。 精神年齢は8歳児程度で相手から反撃を受けてダメージを負うことも少なくない。殺人の際に暴れて家を破壊した時はドレートンに叱られ叩かれて縮こまった他にでは一目惚れした女性は家族に隠して殺さずにいたりと人間臭い面も描写された。一方で父親に内緒で夜道で殺人に興じていたりする。トラスターキャットプラダクションスによる 漫画、レザーフィス vs. ジェイソンでは、ジェイソンと首都を繰り広げるが、自身と似た境遇を持つ彼に対して、ある種のシンパシーを抱いていたとも取れる描写が、なされていた。1939年8月に、アルコール依存症の女従業員スローンと、不倫していた主任との間にできた子で、テキサスの精肉工場にて生まれたが、母親は産んだ直後に息を引き取る。 先天的な危険で生まれたために不気味がられ、実の父親によって放送紙に包まれ、ゴミ箱に捨てられた。そこを、ゴミ砂取りをしていた、ヒューイット家に拾われ、長男として生きていくことになった。家族構成は自らを含め、元軍人で、人肉食者のおじのホイトヒューイット、後に両足を切断することになる祖父、店を経営している母、痩せ型と肥満体の姉二人、家族の強皇に、 真っ向から反対する弟一人の、視七人。また、ヒューイット家は赤ん坊を拾っては、その赤ん坊を、一家の一員として育てているので、子供たちが全員実施ではない可能性もある。六歳の時、自称性の変性顔面異常症と診断され、さらには醜い顔を理由にいじめにあっていた反動から、動物を切り刻むという異常性を持つようになり、 また、ヒューイットや特有の異常なまでの縄張り意識も持ち始めていくことになる。9歳の頃、いじめで不登校になったことから、自らが生まれた生肉工場で働き始め、そこで出会ったラッキーと友人関係になるが、主任からは彼が父親だと知らないまま、いじめを受ける。12歳の時には、知的障害があると診断された。しかし、 30歳になった1969年の時に主任が工場を閉鎖すると言い出し、さらには自らを説得したラッキーから自らの出生の真実を聞かされ、逆上したトーマスは主任をハンマーで殴り殺す。さらに探索に来た地元の保安官を殺害。家族はその人肉を食卓に並べるという異常行動に出ている。また、この時に殺した保安官の服を用いて、 ホイトは保安官になりすまし、理不尽な理由で拘束。1973年に、おじ、ホイトが被害者の反撃により、被害者の運転するパトカーによって歴史。この時に、トーマス自身も被害者の反撃により、肉切り包丁で右腕を切断されている。さらにその後、被害者の通報で自宅へ探索にやってきた警察官2人を殺害し、 家族ともども行方をくらましている。この設定はオリジナル脚本に準ずるものであり、本編ではラッキーの存在や一部の設定が異なる。ありがとうございます。